五十嵐武佐天保十五年二月二十五日は、江戸時代後期の画家。生は暮れ、名は修善。字は巨だから、号は聖書、通る際、方言を名乗る。五十嵐松明の孫。安永三年越後国新潟の画家五十編、原の子として生まれ、父に絵を学んだ。天明四年父の死後江戸に出て、鈴木不要、酒井法一、谷文長等に接して、 絵を学んだ。文化6年、亀田法斎が越後国に来訪した際、品野国作軍から千曲藩まで同行した。江戸では、毎月7日、大久保私物が資生堂で開いた司会に参加し、文化12年私物、菊池五山、新生地作、文人番付の上位に掲載されている。また、文政元年、江戸法学部に中央価町在住、天保七年、 公益諸家人名録にも下谷聖天長在住として掲載される。天保15年2月25日71歳で死去し、上野五国院に葬られた。戒名は、畜産院居、法守前一個寺。後に、多摩霊園第三区校十二川に改装された。山水図人物図、亀田法斎所、文化十年間。畜産室十二図と、各界文人に依頼した。 監視22首都を交互に掲載する。大田近所新生地、菊池五山増田健斎、伊藤洋斎、谷文町、元道長京、東原佑は合わ斎、堺法一浅川前安鈴木不要大久保支払、久保田淳京火災元税、中井忠志道知事元山松、春星雲の惑井稲毛道太郎市川関西、市川米安大元秋、僕梅を愛蔵した。気候が多く、 亀田ダ斎等から、竹地と呼ばれた。真中に珍しい石を所蔵している人がいると聞き、山水か傷数十ページを描いて、純筆料の代わりに譲り受け、人を雇って背負わせて持ち帰った。芸儀に入れ込み、思いがやまず、そのいる方角を向いて一いた地中ざって空を見上げていることがあった。酒を飲むと酔って踊り出し、手足の動作が、死傷点や乱死バジわを描くようだったため、 子会社や米仏になぞらえられた。全同寺に、父、松明の墓碑を建てる際、先に、芝の立山線、牧良子書の碑文が存在していたものの、良子と不和だったためこれを用いず、片山北海線、栄根氷最初のものを用いたという。ありがとうございます。